現在、トヨタのプレミアムブランドとして、高級車市場をリードしているのはレクサスですが、レクサスが登場する以前は、クラウンが高級車の代名詞として広く認知されていました。いつかはクラウンというキャッチフレーズが象徴するように、庶民にとっての憧れの車でしたが、そのクラウンシリーズには、さらに上級モデルとして、 クラウンマジェスタが存在していました。そんなマジェスタに現在ネット上で多くの反響が寄せられています。マジェスタは1991年に9代目クラウンと同時に登場し、クラウンシリーズの頂点を飾るモデルとして、トヨタの技術とデザインの集大成とされました。特に注目されたのは、 4リッター V 型8気,気筒エンジンを搭載し、クラウンシリーズの中でも際立った性能を持っていた点です。また、エレクトロマルチビジョンや、運転席エアバッグといった当時の最新技術を採用し、安全性と先進性を兼ね備えていました。マジェスタの誕生には、1989年に登場したトヨタの、高級車、 セルシオが大きく関係しています。セルシオは北米市場ではレクサス LS として展開され、その性能と豪華さで注目を集めましたが、当時の日本にはレクサスブランドが存在せず、セルシオはトヨタブランドで販売されていました。この状況によりクラウンの存在感が一時的に揺らぎ、トヨタは クラウンシリーズの上位モデルを強化する必要が生じました。その結果、8代目クラウンの最上級グレード4000ロイヤルサルーン G が登場し、これが後にマジェスタへと発展したのです。その後、マジェスタはクラウンシリーズの進化とともに改良を重ね、特に2004年に登場した4代目モデルでは、B 車両運動統合制御システムや低速追従モード付きのレーダークルーズコントロールを世界で初めて量産車に搭載するなど当時の最先端技術を惜しみなく取り入れましたこのように技術的な先進性でも注目を集め続けたマジェスタでしたが時代の変化とともにその独自性は徐々に失われていきます 2013年に登場した13代目クラウンではマジェスタはロイヤルやアスリートと同じシリーズの一部として統合され特別なモデルとしての位置づけが薄れていきましたそして2018年の14代目クラウンではついにマジェスタの名前が完全に消滅しましたそんな最上級クラウンであったマジェスタに対して ネット上では、かっこよかったよね、マジェスタ。高級車としての存在感がしっかりしていて好きだった、と言った。マジェスタのデザインや質感の高さを評価する声が多く見られます。また、今のクラウンも乗ったけど、やっぱり V8 の重厚感は格別。妻に乗ってもらっているけど、本革とウッドの内装が最高など。 実際にマジェスタを所有していたユーザーからのリアルな感想も寄せられています。一方で、今のクラウンもスタイリッシュでいいけどね。昔のクラウンの伝統を大切にしてほしかった。この頃のような高級感を現行モデルにも求めたいといった意見もあり、クラウンの伝統的な重厚さからスタイリッシュさに変化した現行モデルに対して、 賛否の声が上がっているようです。